Ike! もし優勝したら何が欲しいんだ？俺はな、自由なんか望んじゃいねえ。それよりもな、あの女とやるって決めてんだ。 無駄なあがきはやめろ。北斗、骸骨剣。 3秒後、貴様は死ぬ。
無駄なあがきはやめる。北斗、開骨拳。 味方とはいえ助ける気はねえからな。間違っても死ぬんじゃないぞ。ああ。お前らみたいな柔らかいな、すぐひねり潰してやるよ。おいお前、俺の邪魔するんじゃねえぞ。邪魔したらすぐぶっ殺すからな。 こっちのセリフだよ。ああ、言い忘れていたけど、同じ組の人間を攻撃したら、そこで失格となるからね。もちろん相棒を殺しちゃダメよ。同じ組の人とは協力して戦ってちょうだい。チッ。それじゃあ、次の戦いを始め。 3秒後に貴様は死ぬ。
前の剣、北斗神拳だな。あの人間の死に様、そこいらの流派じゃ見れない芸当だ。昔師匠のクソジジイから聞いたことがあるぜ。伝説の暗殺剣と言われている北斗神拳をまさかこの目で見ることができるとはな。やっとか。わざわざ人を殺しまくってきた甲斐があった。ようやく本気の殺し合いが楽しめるってもんよ。とんでもない男がエデンのコロセウムにいるというのはお前の話だったのかもな。お前は身につけた剣を何だと思ってるんだ。まさか伝説の暗殺剣を使うやつに聞かれるとはな。知れたこと、人殺しの道具よ。お前文句でもあるってのか。なあ、お前も護身やエクササイズでその剣を習得したわけじゃないだろう。この闘技で優勝して何を望むつもりだ。そうだな、人殺し放題の許可証でも頼んでみるかな。これだけ命張ってんだ、それぐらいの見返りがあって当然だ。俺には理解できない望みだな。こんな狂った時代に正論吐こうとしている方が理解できねえよ。それより北斗神拳の真髄しっかり味合わせてくれよ。さあ、生き残ったのは二人の剣士。囚人闘技で久々の剣士のタイマー見せてもらおうじゃないの。はじめ。次で終わりだ。
処刑を実行するもことごとく失敗。閉じ込めておくことしかできなかった地下10階地獄牢の住人。今回のデビルリバースは最強の挑戦者をどう料理するの？優勝なんてできるわけねえんだよ。あの化け物に勝てるわけがねえんだからね。おい、ケンシロー！囚人闘技ってのは要は囚人の公開処刑なんだよ。どんなに勝ち残っても最後はあいつの餌になって終わりだ。
まさかデビルリバースを倒すとはね。あなた本当に強いのね。町の指導者には会えるのか。安心して、今からここに来るわ。それにしても歓声がうるさくて仕方ないわ。みんなデビルリバースの連勝にかけてたんだけど、不思議なものね。今回の賭けは私の一人勝ちだったようですね。ええ、あなただけよ、ケンシロウに賭けていたのは。お酒でもおごってもらわなきゃやってられないわね。考えておきます。また会えましたね、ケンシロウさん。お前は？私はこの町、エデンの統治を任されているキサナと申します。お前がエデンの？優勝おめでとうございます。エデンの王さんが優勝した者の望みを聞く。それがこの囚人討議の定めとなっています。それではあなたに問います。あ
あなたはこのエデンで何を望みますか？俺はこのエデンにいるユリアという女に会いたい。それだけだ。わかりました。ケンシロウさん、あなたにこの町での自由を与えます。おい貴様、正気か？お前も見てただろ。あんなわけのわからねえ剣法を使う人間なんだぞ。ジャグレ、ケンシロウさんは勝ったの。勝った人間の望みをエデンの長が聞く。それが囚人討議の決まり事のはずよ。それはいいですね、ジャグレ。感謝する。ケンシロウさん、今日からあなたはエデンの住人です。あなたの望みがこの町で叶うことを願っていますよ。おい、てめえ、貴様の許しをもらおうとなんだろうと、俺はてめえのことを絶対に信用しねえからな。この町で自由に過ごすことも許さねえ。変なことしねえか、ずっとそばで監視してやる。いいか、少しでもおかしな素振り見せたら、その瞬間にお前をぶっ殺してやるからな。そうだ、ジャグレ、ケンシロウさんにエデンを案内してあげてください。あ、ちょっと待て、なんで俺なんだよ。なんで俺がこんなことしなくちゃいけねえんだよ。ったく。おい、ケンシロウって言ったな。キサナの命令だから仕方ねえ。エデンって町を案内してやる。その前に何か質問あるか。エデンについて教えてくれ。今俺とお前がいるこの町の名称だ。誰が言ったのかは知らないが、いつの間にか人々からエデンって呼ばれるようになった。エデン、楽園という意味が込められているんだな。まあこの町の力は隣接するスフィアシティって施設によってもたらされている。スフィアシティ？町の後ろに山をくり抜いた空間が見えるだろう。あれがスフィアシティだ。透明の壁に覆われたあの不思議な建物のことか。核戦争前からあった何かの施設らしいが、詳細はよく分かっていない。だが今も施設は稼働していて、外壁のパイプ内を大量の水が循環している。電気も発電されてるんだ。旧世界の発電施設か何かか。おそらくそうだとは思うが、エデンではスフィアシティの仕組みを知ろうとすることは禁じられている。施設の中に入るのもご法度だ。随分厳重に守っているんだな。触らぬ神にたたりなし。奇跡の施設スフィアシティを守るのも俺らエデン衛兵隊の仕事ってわけだ。謎の施設からもたらされた無限の資源によって、
この町は成り立っているということか。さあ、そしてその町を統治するのがあのキサナってわけだ。ユリアについて何か知っていることはないか。ユリア？ああ、確かお前が探している女の名前だったな。あいにくだが俺は何も知らねえよ。つうか本当にこの町にいるのか。どういう意味だ。だってよ、これだけ衛兵隊が目を光らせているんだ。そのユリアって女がもしエデンに入ったんだとしたら、俺に何かしらの報告があるはずだ。お前も全く知らないというわけか。ここ1年くらい外部から入ってきたやつといえば医者や大工に商人、あとはおめえみてえな牢屋行きの連中くらいなもんだ。そうか。あのキサナって女について教えてくれ。あの女は何者なんだ。おいてめえ、口の利き方に気をつけろよ。キサナはこの町の統治者だぞ、聖女だぞ。呼び捨てにすんじゃねえ、キサナ様って言えバゲロ。お前は呼び捨てにしているだろう。恋人か。ちげえ。俺とあいつは、名代様がこの町を開発した頃からの知り合いなだけだ。名代？キサナの父ちゃんだよ。核戦争後、あのスフィアシティを最初に発見したこの町の創造者さ。エデンを作った男か。強くて賢くて誰にも優しい、そりゃ偉大な方だったよ。だが3年前突然死んじまってな。それ以来娘のキサナが名代様の後を継いでエデンの統治者となったのさ。そういうことだったのか。エデンを囲んでいる城壁もそれを警護する衛兵隊も全て名代様がスフィアシティを悪党から守るために作ったもんだ。悪党？ああ、お前が囚人闘技で戦ったような荒くれ者から組織だった盗賊集団までいろいろだ。ここ数年は凶悪軍という軍も襲撃してきている。狙われてばかりだが俺たちの力で守っているってわけだ。お前は確か衛兵隊の隊長なんだったな。おうよ、俺がこの町の治安を仕切るエデン衛兵隊隊長のジャグレ様よ。お前はどうしてこの町に来たんだ。簡単な理由さ。水や食料を求めて家族一同この町に移り住んだんだよ。家族がいたのか。つっても親父も母ちゃんも死んじまったんだけどな。今は俺一人だ。そうだったのか。衛兵隊に入ったのは3年前からだ。それから毎日町の治安を守り体を張り続けた結果、見事衛兵隊のトップ、衛兵隊長に上り詰めたってわけよ。そうか。ところでさっき家族で移住したと言っていたが、かつては人の出入りが自由だったのか。そうだな。ま、俺らが移住してきた頃は城門も衛兵隊もない集落みたいなノリだったからな。そこから町の創始者である名代様が町のルールを決め、それを守るための衛兵隊を組織し
縄文を作った。今のエデンの原型はその頃にできた。それからは外部の人間を受け付けなくなったと。知ってるとは思うが、キサナが発行した許可証があれば外部の人間がエデンに入ることも可能だ。だがあまりにもエデンの物資を求めてやってくる者が多いから、今は治安維持のため入室制限しているのが実情だな。ほら次に行くぜ。もたもたしていると日が暮れちまう。ついてこい。こっちだ。どこを突き歩いてんだよ。
ほら、着いたぜ。この教会みたいな建物は何だ？キサナが執務を取る場所、この町の中心となる建物、カテドラルだ。キサナはあの場所でエデンの問題を解決したり、方針を決めたり、統治者として執務をこなしているんだ。みんなキサナに会うために並んでんだよ。毎日キサナは訪れてきた人全員の話を真摯に聞き、アドバイスをしている。まあそのひたむきな心が聖女と呼ばれるゆえんだな。なるほどな。で、奥に見えるのがスフィアシティだ。スフィアシティ、こんなの今まで見たことねえだろ。この石像は？ああ、それがナダイ様だよ。キサナの父親か。ナダイ様が生きていればもっと俺らも楽だったかもな。それだけ偉大な男だったというわけだな。正直ナダイ様の後を継ぐってのは相当大変だったと思うぜ。まあだからこそ俺もキサナをほっとけねえってわけや。しかし本当立派な統治者になったもんだぜ。あれは大したもんだ。惚れているのか？何言ってんだてめえ。おら、次はバザールに行くぞ。ついてきな。ついてこい。おい、こっちだ。今日はキサナ様に会えるかな。いつもキサナ様は頑張ってる。どこを突き歩いてんだ。ここがバザール。エデン最大の市場だ。活気があるだろう。ここまで物資があふれる街は見たことがない。水があるところに人は集まる。人が集まれば物が集まる。物が集まると取引が始まる。核戦争前の世界がそうだったようにな。これだけの食料があったら、外の世界では奪い合いになるはず。だがどうしてみんなこんなに落ち着いているんだ。一つはキサナが決めた法に従い、エデン衛兵隊が目を光らせているからだな。強盗強奪をすればその場で処刑、もしくは牢にぶち込まれる。なるほどな。そしてもう一つは、この町では物のやり取りで通貨が使われているからだ。金があるのか？イディアルと呼ばれるコインを使って物のやり取りをしている。もちろん物と物の直接交換も可能だが、荷物を持ち歩くのも面倒だし。
町の住人は通常コインで物の売買をしている。どうやったらそのイリアルとやらは手に入る？何か金目のものはあるか？あればそれを店で売ってイディアルに変えられるが、あいにく価値のありそうなものはない。あとは町の住人から分けてもらうしかないだろうが、まあ感謝されるようなことでもしない限りタダでもらえるわけないだろうね。そうかと、まあここまで説明しておいてなんだが、手出しな。貴様からだ。とりあえず町で飲み食いできる分のイディアルが入ってる。ありがたく使えよな。ああ。エデンの案内はざっとこんなもんだが、お前これからどうする気だ？言った通りだ。俺はユリアを探す。とことん女の尻を追っかけるってわけか。随分とご執心なこったな。さっきも言ったが、俺はこの町でてめえに自由を許した覚えはねえ。変な真似しねえよう、そばで監視してやるからな。好きにしろ。兄さん、調子どうかね？お前いつまでここにいるんだ？何すんだ！いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ババア、こんなに持ってやがったか。返してくだされ。うせんだよ。このイディアルは俺様がありがたく使わせてもらうぜ。あれ、てめえら何やってやがる。やべえ、兵隊か。待ちやがれ。怪我はないか？大丈夫でございます。しかしあの奪われたイリアルがないと食料すら買えません。あのお金なしでこれからと。確か奪われたイリアルは黒い小袋に入っていたな。ここで待ったろ。
始めるわ。やるか。行くわよ。行くわよ。ほら。行くわよ。ほら。行くわよ。ほら。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
ねえ。はやめる。北斗、骸骨剣。
はい。あ？あ？よ。おや。あ。よ。うん。
や。おま。いや。
これを。おお、あんた取り返してきてくれたのかい。ありがとうございます。本当にありがとうございます。わっ、ケンシロウ、捕まえたチンピラどもから聞いたぞ。てめえ、何勝手に衛兵隊の仕事してやがんだ。この人には必要なものだ。衛兵隊長さん、この方は私のお金を取り返してくださったんです。何も悪いことはしておりません。ばあさんはちょっと黙っててくれ。悪党が相手だろうと関係ねえ。俺の忠告を無視して騒ぎを起こしやがって、覚悟しろ。この音は、このサイレンは強軍の襲撃だ。早く呪文で迎撃しねえと住民たちがやべえ。いいか、奴らを片付けるまでそこでおとなしくしてろ。分かったな。さっき奴が言っていた連中か。全員下に行け。奴らがなだれ込む前に食い止めろ。ケンシロウ、お前に頼みがある。なんだ。キサナに状況を伝えに行ってくれ。多分まだカテドラルにいるはずだ。
この攻められ方じゃ早く対処しねえと取り返しがつかねえことになっちまう。ここは俺たち衛兵隊が死守する。頼んだぞ。